まあ大きな苦難が来た時に、まあ、備えをしてない人は、まあ、いきなり来るんで、まあ、突然ですね来るんで、まあ、びっくりするということですね、まあ、それしかない,で、まあ、ないと思いますただまあ牧者目指されたりその選別目指されてる方はもう突然ではないんでもう準備ができてるんで別にびっくりすることはないということですね、まあ、とにかく今すべきことは5つのことということになります で5つのことをしっかりしていればもう備えができているんで、もう驚くことはないということですね。ただ、全く備えをされてないという方はまあ、信じてもないでしょうし、大きなことのことをまあ、そうなった場合は来た時に。まあ突然来るんで、まあびっくりするということですね。まあ、それはこの絵に書いてある通りになると思います。まあ、とにかく今やるべきことは5つのことです。5つのことをしっかりやってまあ、大きな国に備えていただければと思ってます。 その中でも特に、まあ、高次元とのコミュニケーションをしっかり取っていただければなと思ってます、ね。今日は以上です。ありがとうございました。